えー、今回、リハの目で、小児の AAC についてお話をさせていただきました、えー。そうですね、なかなか、あの、お子さんに特化して AAC のお話をするっていうのは、もしかしたら今回初めてだったかもしれません。で、あの、ぜひご覧になってくださる方のために、リアルな事例をちょっと紹介したいなと思って、あの、 ちょっと格好悪いんですけれど、あの、私が長年、あの、一緒に支援をさせてくださった事例の方を、あの、ご紹介してます。うまくいった点、いかなかった点、そして、今だったらきっとこんな支援をするだろうな、ということも含めて、お話をさせていただきました。よろしかったら、ぜひ、ご覧ください。まず、その、えっ、ー、と、AAC って、こう、あの、略語なんですけれど、あの、お聞きになったことある方、ね、多いと思いますが、 もう一回確認をしておきます、えー。最初の A はオーグメンタティブ。えー、こう拡大するという意味なんですね。まあ、何をっていうと、まあ、音声言語、それからまあ文字言語。これは広げる、ね。まあ、結果的にコミュニケーションを広げるということにもなると思います。で、次、二つ目の A は、えー、オルターナティブ、えー。代替するという意味ですね。 で、音声言語や文字言語を、えー、補助したり、あと、ま、それが実用に至らなかったときに、まあ、他の手段で代替するという意味の A です。で、最後の C はコミュニケーションということで、A、AC、拡大、代替、コミュニケーションというふうに日本では呼ばれています。で、えっ、ー、と、A、AC の定義、えー、持ってまいりました。これはあの、アシャ、 米国の言語聴覚協会の SIG、スペシャルインタレストグループですね。この12番に AAC というのがあります。そこのポジションステートメントから引いてまいりました。ちょっと読みますね。AAC は臨床や教育実践および研究の領域を指し、一時的または永続的な障害、活動の制限、 参加の制約について検討し必要に応じてこれらを保障するその対象は言語ここではスピーチ・ランゲージ両方書いてあります、えー、その言語の表現と理解のどちらかまたは両方に重度の障害を持つ人で、まあ、そこには音声文字および文字によるコミュニケーションのモードが含まれるということで ここでちょっと注目していただきたいんですことはその言語の表現だけじゃなくて理解に障害のある方も AC の対象であるというところがまず一点ですね。であの話せない人の,あの代替っていうイメージをお持ちの方も多いと思うんですが理解のに対する保障も含まれていること。 そうですね、あと、音声言語と文字言語も両方とも含まれているということで、意外にあの対象は広いということですね。じゃあ、大人と子どもと AC、何が違うのということなんですけれど、お子さんの場合は、多くは先天性の障害をお持ちであったり、あるいは生まれてすぐ、早期の障害をお持ちである。 ということで、まあ、これから発達をしていくというところが一番違うところですよね。その発達のいろいろ側面あります。けれども、まあ、その一つ以上の側面に何らかの影響があるということです。具体的には、あの言語コミュニケーションの発達まあ、運動感覚、認知などなどですね。で。 よく昔は言われたんですけれど、の AC の介入をすると、働きかけをすると、しゃべれなくなっちゃうんじゃないの、はい、って。よく親御さんに心配されますね。今でもありますか <laughs> はい。これに頼っちゃって、うん、もう言葉をしゃべらなくていいって思わないですかっていうのは、よく伺います。そうですか。ね今でもおっしゃる、ご心配な方いらっしゃるんですね。うん、あの 以前は本当にたたくさんこれを言われましたで大丈夫ですよってあの説明をするんですけれどなかなかやっぱり根拠って必要ですよね。であのミラーという方の,あの文献引用しておきました、えー。発達障害のある方に AC の介入をしても発話量は減少しないということをそこできちんと確認をしています。えー、発語が むしろ増えたという例と変わらなかったという方もいらっしゃいました。と、えっと、マイナスの影響が出た方はいらっしゃらなかったという結果です。はい、よろしかったらぜひ確認して、えー、皆さん安心して根拠を持ってあの大丈夫ですよと説明をぜひなさってください。えー、ではここで小児、えっと、に AAC を導入する目的4点お話をしたいと思います。 これは世界的に読まれているスタンダードな AC のテキストビューケルマンとライトさんという方が書いた第5版のテキストから引いております。まず1点目、コミュニケーションを高める。ですね。で、2点目、お子さんのその、お子さんの言語発達を促す。で、3点目、 活動それからコミュニティへの参加を増やす大事ですよねそして4点目そのお子さんが問題行動をお持ちでそれが何らかコミュニケーションがうまくいかないことが理由で起こしているのだとすればそれを減らすことができるというこの4点が目的として挙げられていますその通りですよね伝わると 安心して、うん、あの問題行動減っていきますもんね、実際に、うん。そうですよね。その問題行動は実はコミュニケーションでもあるんですよね。そうですね。えーまあ、自傷であったり、疑いであったりあの、止めなきゃということで、あのやっぱり私たち大人いろいろこう屈伸するんですけれども、お子さんの側からすると、ある意味、 自発的なコミュニケーションを取っているという見方もできるので。何かを伝えたいんですかね、やっぱり。そうですね。なので、まあ、えっ、ー、と、その問題行動と同じぐらいか、あるいはもっと簡単に、えっ、ー、と、表すことができる行動に置き換えるということを、まず最初に私たち取り組まなければなというふうに思います。